こんにちは、倉敷ひな店です。今回は青葉さんの作品をご紹介いたします。タイトルは手まり。見ていて心が休まる人形になればと思いながら作ったそうです。粘土の球体関節人形です。アンティークの着物を着たおとなしそうな女の子。正座をすることもできます。青葉さんは心に残る作品を作りたいと思いながら制作をされているそうです。青葉さんの素敵な作品、いかがでしたでしょうか。今回は第18回倉敷ひな店にご出店の青葉さんの作品をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。